森岡南公園球技場は岩手県森岡市の森岡南公園内にあるサッカーやラグビーに使用される球技専用スタジアムである。施設は森岡市が所有し公益財団法人森岡市スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。2016年に岩手銀行が命名権を取得しており、同年4月1日から 岩銀スタジアムの故障を用いている。平成11年度全国高等学校総合体育大会の誘致を機に1998年に完成した球技場である。全国高等学校総合体育大会ではサッカー競技のメイン会場として使用された。なお、2006年9月に当時岩手グルージャ森岡を運営していた。 特定非営利活動法人 J リーグチームを盛岡に作る会は日本プロサッカーリーグ加盟の条件となるホームスタジアムを確保するため A グラウンドを5000人規模に改修する構想があると発表したが2018年時点でこれに関連した動きはない。また加えて現在 J3 に所属しているクラブも2022年6月までに J リーグ基準を充足した照明等の設置を必要とすることを求めたクラブライセンスに則っ,ったスタジアム基準の改正が2016年に行われたことを受け、現状設置されていない照明設備、並びにスタンドの改修などを求めて市民が署名活動を行い、2019年6月に岩手県盛岡市に対して岩手、グルージャ盛岡からの要望書とともに提出された。 2020年10月から2021年3月で J リーグの開催要件を満たした照明塔の設置工事を行った。2016年3月10日、岩手銀行と森岡市は命名権契約を締結した。契約期間は3年、契約金額は年間200万円で岩銀スタジアムの故障を用いる。ありがとうございます。